分の別れだよ。仮面ライダーエグゼイドゲーマードライバー1とその2、決め技スロットホルダーセット、そしてそしてじゃーん、ガシャコンブレーカー2モードに変形。どれから開ける？もちろんこれだよね。ゲーマードライバー開けていくよ。ピリピリピリっとして、あ、どんなのかな。せーの、出てきた。ねえ、じゃーん、組み立て式だね。あ、ラムネ、あ、ラムネついてたね。ラムネ、じゃあ早速組み立てていくよ。じゃあこれを組み立てていくね。シールが貼れたから組み立てていくね。まずここにこれを、そしてこれをここに、あた、そしてこれをここに、あた、でシールを向けてこれをここに止めます。あた、まあ、どうこれで完成するからね。簡単組み立て5分で完成だからね。はい、完成。今日のは簡単に組み立てられたね。次はこれ。2番、決め技スロットホルダーセット、これも開けていくよ。これもね、簡単組み立て5分。どんなのかな。せーので、じゃーん、長い。いてー、何するんだ。プニちゃんやめろよ。開けるよ。あ、これもなんか簡単そうだね。あ、これも、はい、ラムネついてたよ、ラムネ。これぐらい簡単だとみんなも組み立てやすいよね。じゃあ組み立てていくよ。まずはこれを外していくね。じゃあ組み立てていくよ。これをここにカチャッとして、これをポンガチャ、そしてここにこれをはめ込んで、ここに7番のシールを貼るよ。これと、ここにシールを貼る。これはここにガッチャ。あ、これでいいんだね。こうやって直すのかな。こうやって、ここにこうやって直せるんだね。1、2、3個直せるんだね。1、2、3。3個直せるようになってるんだね。よし、これで決め技スロットホルダーの完成。次はこれ、ガシャコンブレーカー開けていくね。これはね、組み立て簡単、4分いけるよ。4分で組み立てられるのかな。せーの、じゃーん、あ、ラムネ、あ、ラムネだね。まだラムネついてるね。ラムネ好きだね。ラムネ、はい、どうぞ。ラムネ、かわいいラムネがついてます。これを全部外していくよ。これを全部外して、で、これにシールを貼っていくね。この2番を、2番、そしてこの1番をここに入れて、そしてこれをガチャ、で、本体にシールを貼ります。これをはめ込んで、スイッチをロックを上げて、ブレードモードの出来上がり。完成。わ、すごい、かっこいいね。かっこいいのができたよ。プニプニちゃん、えいえいえい、いてー。これで3つ全部完成したね。こっから外して、ここに、お、すごい、なんていうのこれ、カチャ、え、僕がつけられるの。いくよ、決め技ね。このエロ、誰だ、アンパンマンをやっつけるやつは。大学変身。あ、変身してるね、かっこいい。変身、ドキー、私が相手だ。俺に切る、俺は
何でも切れるぜ。うわー、あー弱いな、長ネギマンやられちゃったよ。やられた目にまだやられてるよ、長ネギマン。仕方ないわね、私の出番ね。変身コピー、レベルダーン、ダーン。レベル2ピュー、決め技、ダーン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 。ベルトで強くなれるように練習していくよ。じゃあね、バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。このチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録してね。ここだよ。次の動画も見てね。バイバーイ。